俺は先導役者でございます。誰誰ですか、ちょっと誰ですか。いや誰ですよね。いやそうですよね、まあ、うちの発表来ていただいてますけども、はい、ちょっとここ説明してくださいよ。どこですかここは。はい、こちらはですね、はい、本日はあの寒河江市の方に来ております。寒河江市、はい、はい、そして、はい、こちらの店舗でございますね。真後ろにありますけども、お店の前ですね、はい、こちらはどこでございましたか。あ、こちら寒河江市の皿屋食堂でございます。はい、ただいま皿屋食堂皿屋食堂来ております。私は面識ないんですけど、はい、そうですね、面識あるんですか。まあ、私と南條さんは、うん、面識ある、はい、いろんなところで、まあまあ、絡んでます。絡んでくれてるんですか。はい、どうも年中絡んでます。お世話になっております。お世話、はい、企業的な兼ね合いで、はい、あ、そうなんですね、はい、でも僕からの、はいはい、ちょっと皿屋さんに前回お邪魔させていただいて動画撮らさせていただけませんかということで、うん、お願いしたんですけど、はいはい、ちょっと去年来ることが叶わず、まあね、今年一発目ちょっと時間があったもんですから、ね、今日もし寒河江市の方に行くということでできたら行けませんかということでお願いして、はい、今日来させていただきました。いやー、もう見てくださいこのインナーもう怪しいですよ。もう出てます。これユニフォームなんですもんね。そうですね、これスタッフ専用の、スタッフ専用のユニフォーム、非売品ですね。あ、売ってはいないんだよね。あ、これ買えないから申し訳ない。あ、そうです。それは、はい、あ、そうなんですね。ユニフォームがありました、はいはい、なるほど。あ、こう野球の店ではないですね。野球チームでもないですね、はい、機能性に特化したものです。そうですね、通気性いいからね。はい、そうです。なるほど、はい、じゃあそんな皿屋さんのお店を紹介して、はい、ということでね、今日はもう寒河江市に古くからありました、うん、この皿屋食堂さんの方で、はい、この伝統的な食べ物の方をいただきたいと思います。はい、それでは皿屋さん、今日ちょっとお邪魔いたします。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。レッツゴー。すするくんやん。こんにちは。こんにちは。お邪魔します。邪魔します。先ほどありがとうございます。大将皿屋さんでーす。よろしくお願いします。さあ、初めてですけど、はい、こちらはお蕎麦屋さんですか。はい、お蕎麦屋さんです。はい、お蕎麦屋さん、はい。お蕎麦屋さんだけど、え、ラーメンもあるんですか。はい、あの、もちろんですね。やっぱり山形はその二刀流ですからね。蕎麦とラーメンの二刀流です。はい、二刀流ですよ私も。ちなみになんですけども、はい、一番のおすすめ商品なんですか。はい、やっぱりあの皆さんご愛顧いただいてるのは、うん、はい、まあ、当店の中華そば。中華そば、あ、はい、いいですね。中華そばいいですね。シンプルで、なんかあの、はい、ちらっとグーグル見たんですけど、なんかすごい大きいのが乗ってる。大きいのが乗ってる。大きくて太い、なんか3文字がついてる中華有名なあそこにも書いてあるんですけど、何何リングの3文字ひらがなで書いてあるんですか。はい、メンマってメンマでしょ。聞いた話によるとただのメンマではないそうです。見た目のインパクトも。あ、そうなんですか。はい、先導役者が普段想像しているこういう細切れのメンマじゃ、はいはい、ではないんですよ。違うんですか。はい、全然違います。チャーシュー、まあ、牛なんですか。あ、そうですね、もうおっしゃる通りです。いや、うちはそもそもあのスープは牛骨がメインで。あ、牛骨メインですね。でチャーシューはあの他の店だと豚だと思うんですけど、はいはい、うち牛なんですよ。牛のチャーシュー。そもそも牛チャーシュー。牛チャーシュー。牛チャーシュー、はい、なかなか聞いたことないですね。どんな感じですか。気になりますよね。気になるんじゃないですか。気になります。ただやっぱりこちらのお店はなんと100周年ですか。一応100年目ですね。100年目ですね。100年目です。はい、老舗中の老舗。そうですね、100年目ということです。マスターは何代目。今3代目です。3代目です。はい、はい、ということはやっぱり昔からの人が、はい、はい、
も行かないといけない感じなんですになりますか。そうでもないね。さすがです。お好きなものを食べてください。お客様いらっしゃいましたんで、ありました。ちょっとお席の方ついて早速注文の方させていただきます。いただきます。はい、いただきます。なんかソラヤさんそのユニフォーム見ても分かるように、はい、なんかアパレルも展開してるんですか。いや、1ミリもアパレル展開してないんですけど。あくまでもあの我々が着ているものを、はい、こうお客さんも一緒に着ていただいて。お客さんも来ていただいて、もうサレヤの一員になっていただこうと。なるほど。いう思いで。はい、そうなんですね。まあこういう、そうですね。こういう T シャツっていうのは、T シャツがあるそうですよ。T シャツ作ってるサレヤ。ドット絵ですよ、ドット絵。ね、後ろ裏も、裏ももちろん。裏も。はい。色はそれがね。あらららら。スペランカーは世代じゃないですよね。世代でもない。俺でもわかんない。おしゃれてますね。おしゃれですね。おしゃれですね。そうです。やっぱり必要ですよ、こういう若手が。やっぱりうちにもデザインしてくれてる。よろしく頼むぞ。若くないから。若くないって言いますけど、場所ラインの平均年齢は55歳なんです。そうすると若い。若いです。10歳も若いんですけど、平均年齢より。おじさんですか。ちょっと、せっかくだから。うん、ラーメンの方も注文して、あ、何 T シャツ？後ほど、はい、これもちょっと私買わさせていただきますので、はい、ありがとうございます。ちょっとありがとうございます。色だけぜひ、色だけからお選びください。こういう色は着たことないからな。ピンク、ピンク似合うんじゃないですか。もうね、先導役者は常日頃から黒いからね。そうです。もう黒、ちょっと今年は変えてみましょうかね。格好も黒いし、目の下も黒いし。ちょっと明かりを灯すためにこっちの方がいいもんじゃ。でもピンクいいじゃないですか。自分のおすすめこっちですけどね。あ、そうです。ほら、はい、じゃあ行ってみましょう。ピンク、今年はピンクでいい。今年は明るい色で、はい、ピンクはじゃあ購入させていただきます、はい、ありがとうございます、はい、じゃないんですよ、こっちじゃないですよ。まず最初ラーメンですよ。一番インスピレーションでどれがいいですか。先導役者気になるのはこのチャーギュー麺。じゃあ先導役者チャーギュー麺。はい、わかりました。私はじゃあメンマ中華。はい、南條さんは何食うかな。鴨そば。そう、蕎麦屋ですからね。蕎麦屋ですからね。じゃあ鴨そばで。鴨そばで、はい、はい、お願いします。よろしくお願いします。メンマ中華とチャーギュー麺と鴨そばで、はい、はい、お願いします。ありがとうございます。はい、 DNA100 年だし、はい、なるほど。やっぱりあの蕎麦屋から始まっているお店なので、はいはい、出汁にこだわってるっていうところで。チャーギュー麺ですよ。チャーギュー麺ですよ。牛ですよ、牛。ちょっと楽しみですよ。もう11時開店から続々お客さんがいらっしゃってるでしょ。そうですね。やっぱり地域に密着したお店なんでしょうね。そうですね。じゃないとね、100年数、そういうことですね。そうですよ。自慢されてる、言われてる会社なんか何だよ。なんだろう、なんかなんかトゲを感じますね。どっかで聞いたことがあるな。興味がある。ね、全然ないわ。サメさん、お蕎麦とか食うんですか。私、お蕎麦食べますよ。食べますか。はい。そうですね。そうですね。やっぱり、何でも食べそうだけど。まあ、そうですね。お蕎麦もやっぱり、あのどちらかというと天ぷらあった方が好きですかね。天ぷらですか。はい。そうですね。油がないと、ね。ほらほらほら、誰と喋ってんだよ、さっきから。今トイレから帰ってきたら誰と喋ってるんですかこれ。知らない人が、私本物こっちだよ。誰と喋ってんの。何なんですかこれ。だってやらされてんだよ。まあまあ可愛い牛さんに免じて許してくださいよ。牛だしがそうですよ。結構こっちの方では牛結構私食べたことありますけど、まあ俺初だよって。あ、俺注文してねえ。あ、そうですね。あ、そばも牛骨もあったそうなんだよ。可能性ありますね。可能性ありますか。そばに牛、牛なんですね。そもそもの話で、なんで牛なんでしょう。それ俺に聞く。なんで牛って、この辺の土地にゆかりがあるんですよ。うん、だからなんで山外で牛なんですかね。サラヤさん来たら聞いてみてくださいよ。今うちの船下りは台湾の方ものすごく来ていただいてますけども、牛を食べない方がいっぱいいらっしゃるわけですよ。そうですね。これお弁当でね、はい、牛はダメですって。商売の人も昔はそうで、これって、うん、なんで牛はダメで豚はいいんです。豚にしてくれって言われて教えてあげよう。いや、それを伺ったんですよ。農業の道具として
牛はもう家族みたいな一員だからそれ食べてはいけないというそういう文化なしのです。牛は NG ということになってるんですけどね。だから庄内の芋煮も豚も、そちらもそうなんですね。そういうことなんです。あの広大な敷地だよ、はい、ちなみに昔から。じゃあ内陸は何だったんですか。内陸はね、それもまだ内陸はでも内陸も理由あるの。内陸はでもこれパートナーいるんですけど、内陸はパートナー食べるんですよね、ちゃんと最後食べてあげるってなんですか。ちょっと感覚が違うのかな。内陸のパートナーは馬なんです。まあそうですね、日本内陸は馬食べる文化あるんですよ。そうですね、特にこっちの方は野上地区は。そうですね、不思議な話で、うん、だからそもそもの話、まあ牛文化と豚文化は分かれてる、うん、牛ラーメンありますからね。昔からのそういう文化が根付いて未だに継続して続いてるものですね。真面目なこと言いましたと思う。知らなかったんです。知らなかったですもしかして知らなかったんですか。この前に馬食べるところはよっぽど貧困なところなの。食べ物がないんです。そうそうそうです、ね、しょうがなくて馬食べますか。食べないんですか。だからあのなんか正面にいると馬刺しって売ってないの。なるほど、うん、真珠売ってますよね。そう馬刺しは、まあ、そもそもの話ね、海側は豊かなんで。そうなんです。内地と海は違うんです。取れるものも違うし、山形はゲソ天有名だけど、うん、美味しいところをこう持ってって船を持ってくる。そもそもゲソって捨てるとこですから。そうそうそう、捨てるとこしかもう残ってないから。あ、なるほどなるほど。それを使って料理しながらゲソ天有名にします。全くあのサラヤさんに関係ない話ばっかりしますけど大丈夫ですか。いやいや大事なことですよ。牛なのか豚なのか牛食べる分か、多分これ違いますよね。戦闘じゃんけん始めるよ。勝っても負けてもチャンネル登録よろしくお願いします。それでは戦闘じゃんけん、じゃんけんパワー。来ました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 。すごい、ありがとうございます。あすごい、うわっ、いやはいはい、チャーギュームチャーギュームチャーギュームはい、メンマ中古メンマ中古出たー、でかい、はい、どうです。鴨そば、鴨そば、鴨そば、美味しそうですね。ちなみにこちら鴨そば牛は入ってないじゃない。こちらは鴨肉です。鴨だけです。はい、もちろん、はい、お出汁系も、出汁は基本的にこちらは鰹節をメインにした、ね、そのサラヤ食堂のこの出汁なんです。100年出汁って言われるものですよ。出汁ですね。ただこの出汁があるからこっちが生きるっていう、はい、生きるよ。こっちのスープが生きるっていうことです。全部オール牛ですね。オール牛、これはオール牛、オール牛カオ、はい、こっちはオールメン、オールメン、メンマとメンマですからね。メンマ、メンマ、これ太い方はもう乾燥したメンマ、うん、このペラペラのメンマを戻してもう2週間かけて、2週間かけてね、これ2週間もかかってます。ちゃんとほら優しさがほらちゃんとタイプの違うやつも、はいはい、でこれは普段、ちなみにこちらにも一応これは乗って、あ、なるほど、はい、あの牛が全面出てるから食べる食べ比べですね。すごいインパクトですね、はい、楽しみですよ、はい、早速じゃあいただきます。食感も違うんで、はい、ありがとうございます。いただきます。いただきます。牛骨ですよ、牛スープですよ。まずスープからお箸もらいます。はい、クリア、見ますか、クリア、あっさりしてるんだけどね、油がね、いいのよ。最近凝ってる油、油が最近最近溜めてる油、あのね、あれこれでもいっちゃってくださいよ、はい、あ、細いですね。細めのタイプですね。細めのタイプ、昔ながらの味。これも落ち着くわ。落ち着く味してますかね。2週間だよ。じゃあまずはスープ透明ですね。メンマ、メンマ中華じゃね、ね、静か、静かですね。醤油の甘さがすごく引き立つ。まずはメンマからかとくとじゃあ麺ですからね。麺から麺の、はい、引っ張りますね。いただきます、麺から。
細身の麺に醤油の甘さがマッチして、うん、もう絶妙なハーモニーですよ。これは甘いスープがすごく合う。じゃあいいですか、いっちゃって、はい、ちょっといっちゃっていいですか。それですよ、それがメインですから。指太いとか指太いといただきます。自分でディスってた。食感はあるんですけど、すごく柔らかい。で、ものすごい噛むほど味がジュワーッと出てきて、まあ、例えで言ったらあのお揚げを食べてるような感じ。すごい。でも味ついて。そうです。もうすごい。ここにあの麺が盛り合わせてありますけど、本当におつまみになりますこれ。もうかけたよ。スープなくても全然いける。普通の薄味の麺と比べて。麺のおつまみどうやって食べる？普通にそんな、うん、食ってもやっぱりこっちの大きいメンマの方が噛み応えがある分、うん、中からすごい出汁が出てくる、旨味がすごいです。2週間ですから、2週間かけてんだからこれ、素晴らしい。これは2週間蒸すね。呼吸してますからメンマも。は味吸ってますよ。そうですよ、吸ってます、はい、それを言いたかった。じゃあ100円の味ですが、見てください、この牛のチャーシュー。いやいや、牛カモですか。カモですか。あ、そうです、カモですよ。カモそばですよ。あ、そうです。まずは、はい、スープから、はい、スープから。スープって言うのか、うん、おついた100円の、うん、老舗。これはね、毎日食っても健康になるやつ。あ、いいやつだ。はい、私の方にもすごいなんかあの余計なものを一切使わない、うん、書いてましたからね。カツオとサバとおそばですよ。あとね、このしいたけとか。しいたけですね。はい、久しぶりに鴨食ったけど、うめえ。うまいですか。油、いい感じだよ。うん、これカモカモ、うん、見た感じ、カモカモ。こっちは河北とか佐賀江の方は結構カモも有名ですからね。なるほど。つゆが美味しい。だし効いてますか。効いてる効いてる。しいたけそのまま入ってる。そのまま入ってる。そっからもうだし出てるから。すごっ。あったか。それだけ吸って美味しい。すごい、100年の味。うん、これ100年続くよ。いや、美味しい、最高です。そば、おすすめでございます。はい、じゃあ食べていきますか。いい。うん、どうですか。うまっ。美味しいですよね。だこれだけで絶対おつまみになりますよ。あ、うまっ。じゃあいいですか。うまっか、これ。うまっ。牛チャーシューいただきます。歯応えがすごい。普通の牛のバラの硬いところと違って、噛むほどすごい中からうまみが出る。噛めば噛むほどうまい、このチャーシュー。どうもありがとうございます。あなたではありません。これはぜひ皆さんに味わっていただきたい。とにかくスープが美味しい。美味しい、うん、本当にお出汁が美味しい。出汁効いてる。出汁が効いてる。うまみがすごい。そう、口のスタッフさんで勤続年数今68年。今88歳、米寿。68年。68年ですか。昼から、昼から来ます。昼来ますね。来ます。1日に 2,3 時間ぐらいですけどね。一緒に働いてます。すごいですね。88歳。うちアルバイトの子が17歳がいて、上が88まで。幅広すぎる。うちはもうその高校生から生涯現役にできるね、やっぱり。お店としては、ね、やっぱこうやって地域の方に来ていただいてるからと、うん、そうかなと。地元の方でしょうね。そうですね。いや、めちゃくちゃスープうまい。醤油の甘みが深いっていうか、うんうん、これがすごい、うん、美味しい。あの醤油醤油してて尖ってるんじゃなくて、すごい丸い味してる。マスターになってからこう、はい、ちょっと味変改良っていうのはしてるんですか。うん、残すものは残して、ね、きちんとベースは残して、ね、うん、自分で新しいものを作り上げていこうとはしてるんですか。まあ、正直なところ最初の頃この方のね、うん、やっぱりやってることを、うんうん、そうですよね。そう、やっぱり真似して、そうですね。そこから始まると思いますけど、ただやっぱ同じことやってたらどうなるかなって最初思ってたんですけど、やっぱ望まれてるものとやりたいことって別だなと思って、うん、わあ、
だからやっぱり望まれてることをやっぱりやってあげないことには、やっぱり皆さんね、やっぱ思い出の味とは言えないから、やっぱ自分が目指すのはそっちなんですよね。そうですね、はい、ただやっぱり50年前と今って材料が全然違うんですよね。扱ってる食材が全く違って、同じ食材なんだけど牛でも牛骨でもやっぱ違って、これを要はその先代がやってたように同じようにやったところで同じ味出ないんですよ、やっぱり不思議なことに。だからやっぱりそこのところはもう本当毎日毎日もう本当に勝負ですよ。私は値段も高くなってきてるし、やっぱりこれちょっと気になったんですけど、なんで牛だったんですか？いいとこ突っ込みますね。さっきちょっと喋ってて、あの言ってくださいよって言ってくれないんで。なんで牛になったかっていうのは、これうちも実はもともと団子屋だったんですけど、ひいそぼ団子屋さんやってたんですけど、その時にあの山形市内の方で関東大震災を機に疎開してきた人たちが屋台を引いてラーメン屋さんやってたらしいんですよ。そこでそのうちのひいそぼですね、初代がそれを見て美味しかったらしく、米2俵とレシピ交換したらしいんですよ。でその当時っていうのはやっぱり豚とか鶏とかそういう肉使ってたんですけど、牛ももちろんですけど、スープを取るときラーメンのスープってどこ使うのかって言ったらガラだったんですよ、そうですね、はい、結局骨なんで、牛の骨ってただ同然だったらしいんですよ当時。需要が全くないから、結局もう処分するものを結局中国人の人たちって上手に料理を使うんで、廃材が牛だったっていう。そういうことなんだ。はい、鶏とか豚だと多分需要が当時ももうあったんですけど、牛って牛の骨は需要がそもそもなかったと。味出てますよね。そう。で、そうで山形ってやっぱり芋煮じゃないですか、だから牛の需要がすごい、そもそも牛肉の需要が高いんだけど、骨自体はそう多いわけ、そう捨てるから、その廃材を要は中国人とうまく使ってスープにしてた、そうそう、中華鳥羽のスープにしてたと。だから昔からやられてるお店ってもしかしたら牛骨スープ使ってる作ってるのはそういう言われがあるかもしれないですね。村山地方そういうのが多いということは、ね、芋煮とやっぱ絡みがあるんでしょうか、ね、はい、昔のやっぱその郷土料理である芋煮とのリンクがあると思います、ね、いや勉強だった。そういう言われですね。ちょっとだから明日からのガイドじゃない。そうですね。また俺のガイドが長くなっちゃうから、ね、ラーメンの話ばっかりなバスの時間短くなったんだから伸びちゃうから、まだそれ。いや本当楽しい。いや素晴らしいね。言われがありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございました。大将どうもお疲れ様でした。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。これ通常だといくらでしたっけ？これ通常だとネットだと4号です。4号なんですけど店舗だとまあ3号です。店舗だと3号3000ぐらいです。いいですか社長。でこれ来てきたら、あの来て来店して注文してくれたら、あのトッピング1つ無料になりますね。ちょっとじゃあ次これ着てきますんで、じゃあ意図的にうち来るときはこれ着てくれる。サバイバルグループで、サバイバルグループで。ありがとうございます。明るく、今年は明るくいこうと思いますんで、2024年の先導役者もよろしくお願いいたします。いいね。いやピンク似合うじゃん。ピンク似合います。マジ？ピンク似合います。似合うよ。マジマジ。それちなみに普通に着てでも全然違和感ない。マジ？うん、いつものあの真っ黒いなんかあのカブトムシみたいなのより全然いいと思うよ。いやなんか明るい色いいと思います。でも今年はね明るくいっちゃうよ。明るく、闇が増しすぎですよ。振り肌する。はい、はい、大丈夫です。まあ、ったですね。乗り遅れた感じ。すみません。合わせてくれた。いや、最高にうまかったですね。そうですね。すごい美味しかったです。牛の出汁だけじゃなく、本当にメンマもものすごい深みのある味。だと。
あの地域に愛されるお店がいいですね。やっぱり100年目ですから。100年目ですから、はいはい、生半可では100年続けられませんから。やっぱり同じものを守っていくっていう大切さもちょっと勉強させていただきました。あんまり手広げない方がいいんですよ。確かに、ね、誰に言ってるんですか。あなたに言ってるんですよ。はい、新しいものも大事だけど、大事だけども古きを知り新しい、そういうこと、そういうことなんです。古いことも新しいこともしっかりと、ね、これからまた150年、200年とちょっと続けていってください。はい、ありがとうございます。ちなみに、サラさん、私ステッカーなんてのを持ってまして、はい、どっか貼るようなスペースありますか。貼るようなスペースですか。はい、なさそうです。いや、外じゃない、中でいいですよ。中でここはスペースだと投げなっちゃうじゃない、これ。12万円もらえればね、毎月ここら辺にあるかもしれないですね。なんかどっか他になんか、あ、中は中は貼っていい。中貼れます。え、もしかこことかいいの。あ、それ最高。いいですか。ここら辺だってオープンと一緒に先導役者いるみたいなぐらいで。すいません、大将が言うんだから言ったわけじゃないから。え、よかった。こちら、ステッカーありますんで、ここ貼っていけばいいです。はい、じゃあここに、はい、ジタッと、はい、うん、いいですか。あ、いい感じに、はい、剥がれるまで一生残りますからね。剥がれるまで。まあ、皆さん、あの、剥がさないでくださいね。オープンしてる時に。その時お願いします。本日は佐賀江市にあります皿屋食堂さんで、お蕎麦と牛のラーメンとメンマのラーメン、はい、食べてみた、へーんでございました。はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。また今後ともぜひよろしくお願いします。今後ともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。 Thank you for watching. Please subscribe and hit the like button.